こんにちは、アンソニーです。先日オーディオフェスタ in 名古屋2024というイベントに行ってきました。今回は宿を取って1泊2日でじっくり見て回ることができました。このイベントは、広い意味ではオーディオショーとかオーディオフェアとか呼ばれるものですよね。メジャーどころで言うと、東京インターナショナルオーディオショーとか、大阪ハイエンドオーディオショーなんてのもありますけれども、全国の主要都市で年に数回、こういうイベントが開かれて、名だたるオーディオブランドが一度に集まって、広い会場をこうブースで区切って、それぞれが、各ブランドの、パフォーマンスを見せるというか、プレゼンをして、デモンストレーションをするっていう、そういうイベントですよね。我々ユーザーからすると一度にいろんなオーディオ機器の音を聞けることができるっていうことで、非常にありがたいイベントです。で、今回は物販もいくつか出てまして、こんなものを買ってきました。これが今回のチラシですね。こういうふうに、ブースを区切って、デモンストレーションが行われる。物販でレコードを2枚だけ買いました。1枚が、なんだっけ、ミルト・ジャクソンのプレステージ LP っていう、こういうものですね。で、もう1枚がマイ・ワン・アンド・オンリー・ラブということで、笠井喜美子さんの、昔の日本人女性ボーカルですね。こういうものを買ってきました。物販で中古レコード売ってたんですけど、特別安くもなかったですね。普通かなっていう感じでした。で、各ブースを回って、例えば私の大好きなソウルノートのブースであるとか、アキュフェーズの新作アンプのお披露目があったりとか、こういうアクセサリーのカタログとか、こういうのもらってきて、じっくりと家に帰ってからも楽しんでるっていう感じで、あとね、これノベルティとしてソウルノートのブースで配ってた卓上カレンダーなんですね。これ結構嬉しいです。使わせてもらいます。はい。今日の動画は正直言って楽しい話ではありません。私の愚痴じみた、悪口じみた話にが中心になると思います。当然私個人の一つの意見ですので、反対意見も多々あるかと思います。そんなことはないよ、こうだよっていうようなね、お考えがあれば、ぜひコメントに残していってください。この2日間を通じて思うところがいろいろとありました。大きく2つあるんですけれども、まず1つ目なんですけれども、このイベントの出展者は誰かっていうと、主にオーディオブランドを持っているメーカーですね。それから、海外製品であれば輸入代理店、この2つが主な出展者です。ですから、いわゆるオーディオ販売店とかはあんまり入ってないんですね。っていうか、多分全く入ってないんですね。それから、あんまり小さな、ブランドも入ってないです。あんまりガレージメーカーみたいなものも入ってないです。ですから、ある程度皆さんが知ってるような、聞いたことあるような名前のブランドが各ブースを設けて出展していると思ってください。で、その前提でお話しするんですけれども、特に1日目に感じたことなんですが、その出展者が、我々来場者を楽しませよう、楽しんで帰ってもらおうっていう姿勢が、全然感じられなかったんですよ。これすごい悲しいなと思って。ちょっと誤解のないように言っとくと、このイベントの主催者、イベンターというのかな、主催者は、多分何かしらの実行委員会みたいなものが作られていて、その主催者は、いろいろとね、工夫をして、来場者に楽しんでもらおうといろんなことを考えて工夫してるんだなっていうことは感じ取れたんですけど、今私が話をしているのは各出展者の話です。例えばね、とあるメーカーのブースに入りますと、そうすると大体入り口付近にそのメーカーの人とか立ってるんですよ。笑顔がない、挨拶もない、
まあ、私がイメージするのはですね、ブースに入っていったら、例えば扉とかを持ってくれて、あ、こんにちは、いらっしゃいませみたいなね、笑顔で迎え入れてほしいですよ。それがね、ないんですよね。いや、すんごい些細なこと言ってますよ。で、もちろんそれが全てのブースがそうだったとは言いませんけれども、多くのブースでそんな感じだったんですよ。とか、例えばそれ以外にですね、小回りが結構しっかりと時間割りされてまして、だいたい毎正時1時から2時から3時から4時からっていう感じで、各ブースがどんな、デモンストレーションをしますよみたいなことが小回りされてるんですけれども、とあるブースでは、例えば、まあ、ちょっとはっきり覚えてないですけど、例えば3時からだとしましょう。3時から始まるために、そのブースのイベント、プレゼンテーションを聞き逃すまいと、ちょっと時間より前に早めにその会場で席を陣取って我々待ってるんですよ。で、それに対して、何の説明もなく3時になった時に、3時10分から始めますねみたいなアナウンスがされるんですよ。はぁ？と思って、いや、なんか事情があるんでしょうけど、すいません、これこれこういう事情で本来3時からなんですけれども、3時10分から始めます、もうしばらくお待ちくださいって言ってくれれば全然いいんですけれども、何の説明もなく3時10分から始めますって言うんですよ。ごめんなさい、すんごい小さいこと言ってるの分かってるんですよ。でもね、我々来場者からすると、限られた時間の中でできるだけたくさんの多くのブースを回りたいんです。で、できればそのブースの中で前の方の真ん中寄りのいい席を確保したいんですよ。なので時間通りに始まってほしいんですよ。でも、まあそういうことがありましたと。で、ブースは大小様々あるんですけど、今回の名古屋のイベントは結構ね、どのブースも大きくって、広いブースとすんごい広いブースとあったんですね。で、すんごい広いブースで、ほんと大広間ってみたいな大きな会場で、これもなんでって思うんですけど、マイクもなしに地声で喋るんですよ。聞き取れない後ろの方は。なんでマイク使わないんだろうって思うんですよね。まあ、周辺のブースに迷惑がかかるからなのかもしれませんけれども、後ろの方にいると何喋ってるか全然聞こえないんですよ。しかも、メーカーによっては、もう本当おじいちゃんみたいな人が、もう、特に来場者に向けてでもなく、ただボソボソ喋るだけで何にも聞こえないっていうブースもありました。とかね。で、あと、ちょっと嫌だったのが、まあ、基本的に誰かが前に立って、こう、喋ってるわけですよ。なんか主にその製品の説明をして、まあ、ひとしきり説明をしたら曲をかけて、説明をしたら曲をかけてっていうことを繰り返して、1時間で1セットっていう感じなんですけれども、曲を流してる間に、まあ、大体そのブランドのメーカーの人が、まあ、大体3人か4人ぐらいいるんですけどね。4人だったかな。4人が4人とも、ずーっとスマホ触ってるんですよ。と思って。いや、曲を流してる間、その来場者たちの、顔を見て、楽しんでくれてるかなとか、何か困ったことはないかなとか、見えてない人はいないかなとか、いろいろと気を配るものじゃないですか、普通ね。それがずーっとスマホ見てるんですよ。4人が4人とも。そんなブースもありました。で、今言ったようなことって、何度も言いますけど、全部が全部そんな感じではなかったんですよ。でも、歴史ある、誰もが知ってる大メーカーほどその傾向が強かった。ということは言っておきます。なんでなんでしょうね。サービス精神というものが全然感じられないんですよ。なんかいい製品作れば勝手にお客さんがやってくるとでも思ってるんですかね。まあ、70年代80年代はそうだったかもしれませんけど、今はそうじゃないですよね。オーディオ業界が、どんどん収縮していってるこの最中、危機感というものがないんでしょうか。なんかオーディオショップっていう販売店は
そこまでではないと思うんですよ。まあ、当然客商売ですから、お客さんに楽しんでもらおう、納得して物を買ってもらおうっていうサービス精神があると思うんですけど、メーカーというものがあんまりそれが感じられないんですよね。うん。で、二つ目の話なんですけれども、プレゼンターが不在っていうふうに感じました。各ブースとも主に新商品に関して、まあ、説明はするんですよ。でもね、ただの説明であって、なんかいわゆるプレゼンテーションっていう風に感じないんですよね。別にスティーブ・ジョブズみたいにこう、ずっとねこう歩きながらなんかポインターとかリモコンとか持ちながら喋ってくださいとは言いませんけれども、なんかただ喋ってるだけで、しかもカタログ見ればわかるようなことばかりで、なんかねプレゼンテーションっていう感じがしないので、そのエンタメ要素が全然ないんですよね。もちろん例外はあります。例えば私が大好きなソウルノートの加藤さんとかの話はいつも何回聞いても面白いし、例外はあるんですよ。でもなんかその、例えばあるブースでは若手の技術者が喋ってるっていうことがありました。もちろんその技術的な裏付けのある、説明が聞けるっていう意味では良かったんですけれども、やっぱり、プレゼン慣れはしてないんですよね。なので、まあ、技術の人でも営業の人でもいいんですけれども、特にその若手に対して、なんていうのかな、そのプレゼンテーション能力を高めていくような、育成、教育、研修っていうのを、もっとやっていった方がいいんじゃないかなと思いました。まあそういうことができる人があまりいないので、土方さんのようなオーディオ評論家、いわゆる喋りに長けている人、が、まあ、必要とされるのかなとは思いました。ということで、一つ目が来場者に楽しんでもらおうというサービス精神が感じられないということで、二つ目が、プレゼンテーション能力をもっと高めた方がいいんじゃないですかっていうこと、そういうお話でした。で、そんな中やっぱり例外はいるんですよね。二日目に私見たんですけれども、タクトシュトックという会社の、イオリさんという方のプレゼンが非常に素晴らしかったです。タクトシュトックっていうのは、輸入代理店なんですよね。で、まあ、このイオリさんっていう方は、おたいオーディオのチャンネルにもよく出て、私見てたので、まあ、すごく期待してたんですけど、期待を上回る、プレゼンテーション。まさにこれぞプレゼンターっていう感じがしました。その製品に対する説明は、コンパクトに。でも大事なところはちゃんと伝えつつ。で、その製品と製品の説明の合間に、ちょっとした、エピソードを入れるんですよね。かつてこんなお客さんがいましたとか、その開発者からこんな話が聞けましたとか、そういうちょっとしたエピソード、楽しいエピソードを盛り込みつつ、でかつその曲をかけるわけですよ。で、その面白いのが、その曲をかけてる間、もうさっき言った話で、ずっとねお客さんの様子見てるんですよ。お客さんの様子見て、あ、なんかちゃんと楽しんでくれてるかなみたいな、そういう目線ってちゃんと目配りしてるんですね。で、かと思いきや、ちょっとね、オーディオ機器のラックの方に目を向ける時もあるじゃないですか。その時に、こうやってね、普通のバラードのジャズでも、こうやってね、乗ってるんですよ。リズム取って。なんか、あ、この人本当に音楽が好きで、だからオーディオが好きなんだなっていうことがわかるんですよね。だからやっぱり話も聞いてて、面白いです。まあそんな中でも、ジャーマンフィジックスっていうすごい高級ブランドの無指向性のスピーカーのプレゼンがあったんですけれども、これびっくりしましたね。本当まさに無指向性なんですけれどもね、まさしく、クラシックのホールで聴いてるような、そんな素晴らしい音場感を感じることができましたけれども、それからもう一つ、ヴァルテレっていう、レコードのターンテーブルの、ブランドがあるんですけれども、その輸入代理店もしてるんですね。で、
私そのバルテレの説明をしてる時にですね、私ずっとこうカメラ回してたんですよ。で、あ、ちょっとまあ申し訳ないかなと思いつつ、そのプレゼン前にすいません動画撮っていいですかって聞くタイミングがなかったので、失礼ながら勝手にカメラ回してたんです。もうね、残念ながらお見せすることできないんですけども、もうすごい高額ブランドなのでとてもとても手が出ないんですけれども、このプレゼンを聞いて本当にバルテレのターンテーブルが欲しくなりました。まあ、そんなプレゼンが一通り終わったらですね、いおりさんが私の方につかつかっと寄ってきて、あ、お客さんすいません、あのカメラ回してらっしゃいましたよね、あのすいません、あの個人で楽しんでもらうには全然構わないんですけれども、え、今日のこのプレゼンはわざわざ足を運んでくださった来場者お客様のためのプレゼンなので、すいませんが、あの SNS とかそういうところにはちょっとご遠慮くださいって丁寧に説明してくれたんですね。そういうふうに言ってくれると、私はあ、もちろんです、わかりましたって言って、あの全然こっちは嫌な思いしないじゃないですか、みたいなことがありました。ですからね、私はその自分で撮った動画を自分個人で楽しんで繰り返し繰り返し見て、バルテレが欲しくなるような気分に、そういう気分を堪能したいと思います。もう本当おべんちゃらを言うわけではないんですけれども、タクトシュトックのいおりさんっていう方はこの業界では比較的若いんですよね。まあ若いと言っても多分私とほぼ同世代だと思うんですけれども、ああいう方がなんていうのか、の数少ないオーディオ業界の星というか、未来を担ってくれる方なんだろうなと思いますし、そういう方が各オーディオブランドの中からもどんどん出てきてほしいなというふうに思いました。以上です。まあ、冒頭で言った通り反対意見もあると思うんですね。誰かがツイッターで言ってたんですけれども、そういうオーディオショーではそんな余計なトークはいらないから、とにかくたくさん音を聞かせてほしいと、それができれば別にトークなんかいらねえよっていうご意見もあったので、それはそれで確かにそうなのかなという気もしましたけれども、まあ、私としてはですね、やっぱりその営業トークも楽しみたいわけですよ。いろんなプレゼンや音を聞かせてもらって、その製品に興味を持って、あ、こんなやつなら買ってみたい、手に入れたい、自分の家で聞きたいと思わせてほしいんですね。なんか今回の名古屋のショーではそう思わせてくれるブランドがあんまりなかったという、そういうお話でした。ちなみにですね、あの話は変わってというか余談ですけれども、その今回の、オーディオフェアの会場から歩いていける距離に、ケンリックサウンドのスピーカーを置いているカフェがあるんですよ。なのでそこにね、帰りにちらっと寄ってきました。まあコーヒー美味しかったんですけれども、あのなんかね、 JBL のまあ割とこれぐらいのブックシェルフタイプなんですけれども、あの予想していた通り、あのちゃんとある程度のボリュームは出てるんだけれども、あの全くあのお客さん同士の会話の邪魔にならないというか、まあ、本当にそのお店の空気に溶け込んでるような音がして非常に心地よかったですね。うん。で、あのケンリックサウンドの真空管アンプも導入してるお店なので、そういうのもちょっと見せてもらったりして、非常にいい経験になりました。それでは。